ップ。シングルアップ了解。シングルアップさ。オールラインレッツゴー。オールラインレッツゴーさ。スタンバイエンジン。スタンバイエンジンさ。鍵異常なしです。トモ表出航スタンバイ。トモ表出航スタンバイさ。横浜と神戸を一昼夜で結ぶワンナイトクルーズジャパニーズドリーム号、この1万トンの豪華客船は元青函連絡船の十和田丸を改造した船。昭和63年3月、青函トンネル開通に伴い青森函館間の連絡船は廃止され、貨車を運ぶ特殊構造の十和田丸は廃船の運命を待つばかりと思われていた。函館港で最後の別れを告げた十和田丸は北の風雨にさらされて、船体の手入れも満足にされないまま、原則に錆の涙を幾筋も流していた。その十和田丸の最後の船長が私だったのだ。敗戦の悲しい予想は見事に外れた。50億円の改造費をかけてクルーズ船として華々しく再生したジャパニーズドリーム号は、今船旅を楽しむ多数の乗客を乗せて横浜から神戸へ向かっている。船長の責任は全てクリアになったってわけですね。うん、警察とも連絡を取ったんだがね、秋元の死は事故死を装った自殺と断定されるだろう。そういうことになると、うん、茜ちゃんへの保険金はどういうことに？3倍の特約はもちろん無効だが、これ加入後1年以上経ってますからね。死刑額の5000万は自殺であろうと犯罪行為による死亡であろうと支払われます。よかったわ、それが一番心配だったんです。おいおい、俺が船に乗れなくなることよりもか？あなたについてはもういつ何が起きても騒がない覚悟はできてるもん。おお、これはご立派。っていうのは建前だけですけどね。いや、奥さんのおかげでね、会社は優秀な船長を失わずに済んだ。まあ、これはお礼の印です。どうぞ。乗船券ですね。あれ、オーナーズルームじゃないですか。会社にとって大切なお客様だ。船長以下十二分におもてなしをするような。了解しました。チョッサーの私が責任を持って全てを仕切らせていただきます。嬉しい。出航15分前だ、部署につけ。はっ、了解しました船長。
様、ご気分はいかがですか。最高よ、船長さん。